お前はバット？やっぱり剣だ。探したぜ。バット、なぜここにいる？剣とサザンクロスの手前で別れてからいろいろあったんだよ。車は壊れるし、奴隷商人に捕まって売り飛ばされそうになるし、その奴隷商人どもは強豪軍とかいう連中にぶっ殺されるし。強豪軍だと？ああ、そうさ、俺も強豪軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で、強豪軍の後をこっそりついていったら、この町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。町の情報を集めてたら、ケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。ケン、だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる？そりゃさ、剣の強さがあればなんかお得なことがありそうだし、俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで、前みたいに頼むよ。この町にユリアさんがいるかもしれなくて、今はエデンの衛兵隊長を救うために車を修理しようとしてるか。やっバット、車を作るんだ。作れるのか？ああ、俺が自分のそのパーツを、それに誰かの。そうだね。そうと決まればさ。
おお。え？おい。お。いや。はあ。わかった。お。なんだって？おい。
なんだって？はい。逃がせないから、もどもどやろうぜ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。お、な。お。や。なんだって？ああ。よ。な。な。私が気に食わん。来るか。
勝者の俺に勝てるかな。不採用だけはそれを出してる。残海剣三秒後、貴様は死ぬ。